はい、どうもこんにちは、ショコレです。今日はですね、こちら高円寺おなじみ LDFA さんに、来ております。ウェザーのね、ショットの俺が切っちゃったところをですね、直してもらっていて、そこと、あとグリーンのレザーのね、内側を貼り直してもらったやつがあってですね、それが完成したということで、なんとかこうシーズンに間に合ったので撮りに来ました。というわけでちょっと撮ってきます。平野さん、こんにちは。こんにちは。どうも。ありがとうございます。どうも。撮りに来ました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとグリーンの方から。じゃあ一応ここに、はい、中心にこういう風に折り目入れて、はい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 、これがまあアクションプリンツ代わりになって、はい、多少ここが伸びても、はい、こう裏地にこう響かない。なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっと真ん中にプリーツを入れてもらいました。ちょっと久しぶりに来てもらっていいですか。はい、ああ、やっぱいいな。うん。久しぶりだ。はい、いいっすね。前持ってきたのいつぐらいでしたっけ？ 6 月、7月ぐらいでしたっけ？そうですね。だから、それぐらいだったんですね。はい、いや寂しかった。あの、クローゼットがスカスカだったんで。はい。いやいいな。いいっすね。ここで作ってもらったフルオーダーのやつですね。はい、覗く、まあ、Tシャツもまた。丈がほんとちょうどいいんですよね、このレザーの。ちょっと丈短めから出るぐらいがちょうどよくて。いや、ありがとうございます。はい。はい、で、もう一個はショットですよね。はい。ベルトループの処理ですね。はい。ここは、もう極力新しく穴開けたり縫い目つけないで、はい、裏地の中から、はい、こっちから見ると分かんないですけど、ディアスキンの薄くすいたもの、はい、0.5 ミリぐらいにすいてるものを、はいはい、一応なんか レザーのちょっと強力なボンドで貼り付けてあって、はい、口が開かないようになっているので、はい、はあ、すごい。これで多分大丈夫だと思います。ありがとうございます。あえてもうそれ以上針穴にこう糸とか入れない感じにして。なるほど。いや、気使ってもらってありがとうございます。本当、これもほぼ同じ時期に持ってきたんでしたっけ。そうですね、同時に持ってきましたっけ。同時だったと思います。2着レザーが帰ってくるの、なんかすげえな感じしますね。買ったわけじゃないけど、なんかテンション上がるこの感じがいいですね。髪の色が変わったんで、なんかまたその似合い具合というか、なんか雰囲気がまた変わりますよね。こっちのグリーンとなんかこう似合う洋服の色が変わります。変わりますよね、雰囲気も色も。グリーン似合いそうな。はい、グリーンに金なんかド派手ですね、なんかね。でも黒よりは似合いやすそうないい気がしますけど、やっぱでもどっちもいいっすね。いいっすね。ちょっと久しぶり、久しぶり。ああ、でも、いや、でもありがとうございます。オンシーズン本当間に合ったんで、あ、そうですね、めちゃくちゃ嬉しいですね。平野さん、ちなみにこの間、はい、ちょうどお話した時に、やっぱショットの似合う似合わないみたいなコーデの話なんかされてましたよね。はい、なんか、そう。何でしたっけ、気になるショットって、はい、僕ルイス買った時に、はい、いろんな、そのシーズンで結構ずっとルイス着てたんで、はいはい、パンツ、割と普通のこうストレートジーンズ、ブルージーンズとかも似合うし、はい、まあ、ブラックデニムも似合うし、はいはい、あとあの G スターみたいなスキニーっぽいジーンズみたいなのも合う、はい、それでショット今度買ってみて、はい、その中でなんかスキニーっぽいパンツとかが全然なんか変な感じでなるほどなるほど。アメカジの王道みたいなジーパンとか、はい、割と太めのジーパンとかは合うんだけど、はい、なるほど。なんでこんなに違うのかな、はい、やっぱあれなんですかね、アメリカのその感じなんですかね。なんでですかね。まあ、やっぱいろいろ考えてるけど、エポレット以外、僕特にサイズ直してるんで、両方ともシルエット似てる感じで、はい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 、はい、結構こう丈もあって、はい、身頃も細くしてる、袖も細いですよ、僕直したら。なんですか、見慣れないからとかですか、ね、いや、なんですか、違うんですか。なんかすごい変なんですよ、ショットになんかちょっと、そういう、なんていうのかな、あ、ヨーロッパ系のパンツみたいな。自分だけなのかもしれないけど、なんかね、パンにコーンスープは合うけど、パンに急に味噌汁になったらなんか変な感じみたいな感じですか。そういう感じです。アメリカのとなんかその、でも食えないわけじゃないけど、なんかちょっといつもの感じじゃないよねみたいな違和感。でもなんか、はい、このパンツ合うけど合わないとかってありませんか。アメリカの US のあれじゃないじゃないですか、ちょっとその日本人向けに変えてくれてるんで、はい、あの言ってもた丈も長いし、うん、腕もそこまで太くないんで、言っても結構合わせやすい方かなと思うんですよ。俺はいつも太いパンツが多いんですけど、そうだ、あんまり
りスキニーっぽいのとかそもそも履かないんで、なんだろう、でもこのショットだったら結構形がいいんで、スキニーっぽいの履いても似合いそうだし、まあ、ある程度太くてもいけそうな気はしますけどね。だから両方合うのは、はい、ショットもルイスも合うのって、はい、なんかブラックデニムの、はい、細身のストレートとか、あー、下は両方どっちでも合うって、はいはい、それは合いそうですね、うん、なんかまあ色がもそもそも黒でブラックブラックであるし、面白いですね。同じレザージャケットでも発祥が違うとか由来も違うし、なんか形とかディテールが違うじゃないですか、うん、だからやっぱ下とかコーデは変わるですね、やっぱね。ショットって多分チノパン合いそうな感じですか。あルイスってチノパン、あーチノパン、あー確かにあんまりルイスとチノパンのイメージはあんまりないですね。そうだったらウールのパンツじゃないですか。あーロンドンっぽいですね。そうやってみるとどうなんだろ う、 もう俺なんか本当に何回も動画で言ってますけど、本当コーデがうまいっていうよりかは本当ただただ経年変化させたい2着を結構合わせたりするんで、この上のショットをもっとやれさせたいから着たいし、下もこのデニムパンツをゴリゴリ今育て中なんで、でこれで合わせちゃうみたいな感じなんですよね。でだからあと中だけちょっとせめてこのショットに合いやすいやつとか、チョコラさんっていうのどっちにも合うパンツいつも履いてる感じがするんですよ。あ 太さとかも、なるほど、色とかもどっちも履ける感じのだと思うんです。なるほどなるほど、どうなんだろうな。そうですね、まあたまたま好きなやつがどっちでも行きやすいみたいな感じなのかな、もしくは履きにくいのがこうやっぱ手放されていって汎用性の高いやつが残っているからっていう感じなんですかね。日川さんは結局どっちの方が好みなんですか、持ってる服からすると、ショットとルイスはどっちが。多分、はい、自分の持ってるパンツは圧倒的に G スターが多いんで。なるほど、ルイスより、ああなるほど、ショット買ったから、はい、こういろいろ合わせてみたんだけど全部全滅で合わなくてなんか逆に見てみたかったですけどね、それどのぐらい。いやなんか変なんですよ。そうなんですか、意外に。だから平笠はってないって言うけど、意外に周りが見たら、ああいよいよ別にいけんじゃないっていう感じもありますもんね。多分、はい、変だと思う。違う、このジーパンとかいいんですよ、あとヒッコリーのパンツとかは合うんですよ、はい、なんか、はい、ザ・アメカジみたいのしか合わないです。形で言うとこれと同じ感じ。そうです、それです。イライレタローズのベッジってそれと一緒ですよね。あ、多分そうだと思います、うん、結構着やすい形だと思います。もちょっとタイトルにしようか。あー、これより、はい、なるほどなるほど。これ UST、 そう UST より同じ40インチでも、はい、僕買ったやつの方がちょっとタイトかなって着た時なんとなく思った。そうなんですね。それは僕さらに6センチ詰めて、はい、ああそうですよね、詰められてましたね。でも、はい、いやもっと詰めようと思って結局8センチ詰めて、ね、すごっ最終的に。そうなるともうもはやショットの形ではない。そうだから、ね、どっちかっていうとルイスによっていう感じなんだけど、はいはいはい、丈もルイスと3センチ違いで、なるほど、エポレットとまあ襟の形は違うけど、はいはいはい、なんでここまで合わないの。ちなみにここの、ベルトを俺は切って、ここのループも切ったんですよね。でループを切ったらちょっと穴が開いたというか中が見えちゃって、ちょっとスポンジというかなんか中の何かが芯が見えちゃったんで、いやこれはちょっとこのまま着てたらそこからこうビリビリ破れそうだなとか引っかかったらめんどくさいなって。芯は2返し側のこっち側の革の芯なんで。ああそうなんですね、はい、別に問題はないって感じなんですか。ああそうなんですね。でもう一個くっついたのが外したのは今左ポケットに入ってる、はいはい、ああそうなんですね、はい、あ、入ってる。そう、あ、入ってる、はい、そっかそっか、こっち残してましたもんね。くっついてる。ありがとうございます、はい、これを、今回平川さんにお願いして、ここですね、裏にディアスキンを貼ってもらって接着剤で貼ってもらったっていう感じですね。だから結構まあ目立たない感じですね、ほんと最小限の感じでやってくれたので。で俺はショットのベルトがなくなり、ベルトループも取って、すげえここがスッキリしましたよ。もういつもここついてると金具がてっかんかん当たってすごいストレスだったし、どうせここ締めないしってなってて、人によっちゃここエポレット取りたいって人もいますよね。そうですね、はい、俺でもワンスターなんで ここ取っちゃうともう何がないやら分かんなくなっちゃうんで、俺は全然好きだし残しましたけど、人によってはね外したいっていう人もいるみたいですね。俺はちょっとここだけ取ってスッキリしました。もうこれで完成ですね、完成のショットって感じです。いやありがとうございます本当に。これ上がったんでしたっけ。荒れました、一回荒れましたよ。サイズはそんなに変わってないと思うんですけど、やっぱやれ具合がちょっと一発こう新品からグッと革の感じが変わりましたね。あとこのショット思いましたけど、やっぱねちょっとやっぱ80年代とかに出てくるその牛タグとかバイクタグあるじゃないですか、90年代の、はい、あれとやっぱ全然やっぱ違いますね、革質が。はい、
ヴィンテージで出てくるやつより今のこの現行の方が好き嫌いもあると思うんですけど、個人的にはいい気がするんですよね。80、90年代の革って本当になんか、それも個体差あると思いますけど、結構そのもう古着屋で見るとガッサガサのなんかもう結構硬くなってたり、いい雰囲気のやつもありますけど、たまに飾ってるやつとかめっちゃかっこいいなってもありますけど、結構その2万3万くらいで棚にバーって並んでるやつとか、もうガッサガサの、まあ、着方にもよるだろうけど、なんかあんまり別に革質がいいとかじゃなくて、もう雰囲気がただただやれてていいよねっていう感じで買うような感じでって感じなんですけど、これは結構なんか潤ってるというか、それに比べたら全然オイリーというか、なんかこう水分量が多い気がして、あーそこら辺よりももっとこうしっとりしたいい感じでこう経年していく気がすごいするんで、ヴィンテージに全然こだわらず現行のショットも全然いいなっていう変わりました、はい、ふうに思いました。これメキシコの堪能なんですよ。あ、そうなんですか、はい、さすがそこまで突き止めてるんですか。中開けてみたんですけど、すごい、わかるんですかそれで。直した時もう刻印がバンって。あ、そうなんすか。へえ。どうで言われても俺よくないですけど、南米のメキシコどうなんですか。あ、でもすごい有名で大きい棚で。へえ。結構いい棚で。あ、そうなんすか。でも俺はやっぱこのグリーン好きですよ本当に。ありがとうございます本当に。というわけで今日はですねこちら仕上がったので取りに来ました。修理ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた何かねこういうお直し。LDFS さんに行ったら直していただけますので、はい、よかったらぜひ概要欄貼っておきますんで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。